上五島空港は、長崎県南松浦郡新上五島町にある地方、管理空港である。定期便は運行されていない。上五島空港付近の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成上五島空港の看板が外された状態となった、現在のターミナルビル島と本土を結ぶ。 交通連絡手段は時間のかかる船舶に頼らざるを得なかったところに空の便という非常に時間を短縮できる新しい交通連絡手段として1981年4月に開港した。ごとは山岳地形であり平地に乏しく埋め立てにより発展してきた歴史を顧みても平地部分に空港を新たに置くことは難しく。 五島列島最東端の頭が島の山の頂を切り開いて建設されたエストール用である航空管制艦等の配置はなく福岡空港から遠隔で管制業務が行われているリモート空港である定期フェリーで長崎港から2時間半以上かかっていた移動時間は一気に30分程度に短縮され1989年度には過去最高となる 約3万4000人が利用した。しかし、海上空港と山岳空港の両特徴を兼ね備えた立地により、着陸が難しく、気象条件にも左右されやすかったことから、就航率は80%程度と低かった。1990年代に、長崎港と中通島を90分で結ぶ、水中翼の高速連絡船ジェットホイルが、 就航すると、島の人口減少も重なり、2005年度の空港利用者数は、約4700人まで落ち込み、翌年の定期便廃止に至った。2006年に、定期便が廃止されて以降新規就航便がなく、職員は常駐するものの実質的に、旧港の状態が続いている。2006年8月以降、長崎県と関係自治体により存続。 廃止の議論が行われている。廃止して、跡地を有効利用する案や、滑走路を維持して災害時のライフラインとして活用する案などがある。2009年度の空港利用実績は、自衛隊ヘリの急艦搬送訓練及び民間機の離着陸を含めて50回であった。新上五島町では2008年、2009年の夏に遊覧飛行を計画したが、 公典に加え申し込み者数が定員割れするなどしていずれも中止となっている。2016年の頭が島店主堂の世界遺産登録を見据えて、2015年に新上後島町によって上後島空港のターミナルビルが改修され、その中に観光拠点としての祈りの島、頭が島観光のインフォメーションセンターが設置されている。 2018年4月1日以降、入場者数及び、車両数を制限するために、天守堂がある、白浜集落を見学する場合は、上五島空港で、シャトルバスに乗り換えなければならなくなる。ありがとうございます。